ですか。記憶がないんです。生まれた時の。
まだ仕事あんの？たくさんあります。何か手伝おうか？大丈夫です。ごめんな、たくさん仕事させちゃって。先帰るね。美味しいかい？うん。アキさ、仕事は楽しい？楽しいとかは違うけど、同じ仲間と同じ目標を持てることは幸せだと思うけど。でも言霊もあるから言わない。いい感じではないんだね。そういうんじゃないけど。わからないんです。何が？何かはしてるけど、一日が終わってまた明日が始まること。始まることがあるだけいいじゃない。始まることの種類にもよらない？やっぱりいい感じじゃない。進んでないの。どこにも向かってない。定職でも考えた方がいいんじゃないの？社長がそれ言う？今は仕事から離れてるからね。じゃあどこか飲みに行きたいな。明日もあるし。今日も終わってしまった。長谷川さんは心がないんですね。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。青山です。お疲れ様です。すいません、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、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 お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、誰か電話出て。はい、ガイダンスなんですが。はい、お願いします。では、今から社内研修を行います。当社は学生、特に高校生の保護者に向けての講演依頼を受けて収入を得ているわけですが、皆さんの講演の裏付けとなる根拠が浅いと私は考えております。そこで今日から入れ替わりで個々に集めた情報を発表していただき、社全体としての見識の底上げを図りたいと思います。今回は初回ということもあり、
進路講演には欠かせないフリーターの実態をフル株である朝日くんにお願いしました。説明の途中でも質問していただいて構いません。では朝日くんお願いします。いや、トップバッターが僕なんて大変恐縮なんですが、まあ社歴も実力も学歴もトップなんで、当然ちゃ当然ですね。しっかり聞いて少しでも僕に近づいてください。冗談は筋肉だけにしてください。あと髪型、何を言うてケツカル。ケツカルって何ですか。それは尻が軽いんじゃないの。確かに軽い。皆さんいい加減にしてください。まず、正規雇用と非正規雇用の違いがこちらとなっております。ご覧の通り、正規雇用の方は期限を限定しないで定年まで契約を結ぶ、これが正社員、正規社員と呼ばれております。正規雇用と非正規雇用の実質的な違いというのがありまして、こちらがですね、正規雇用の方が月給制に対して、非正規雇用は基本的には時給制なので、仕事がないという、給料が出ないということですね。あとボーナスがあるない、これも大きな違いであります。では次に行きたいと思います。はい、医療保険の違い、これも結構大きいです。はい、正社員は健康保険に入ります。大切なところはですね、事業者が半分負担をする仕組みになっているということですね。対してフリーターは国民健康保険、つまり被保険者が全額負担するということになっております。これも大きな違いなので、絶対に頭に入れておいてください。お金ではなく精神的にも追い詰められるというのが大切なポイントとなっております。働く理由ですね、これも簡単です。生活のためです。ではなぜ生活のために働くのかというと、結婚すると300万円、子供が生まれると1300万円、はい、家を建てると3500万円、そしてつい最近もニュースになってました、老後の資金1400万円、ニュースでは2000万円となってましたね。このように45年間の生活費用で1億3500万円のお金がかかると言われております。合計2億円必要ということですね。もちろんフリーターを全否定するつもりはありません。ただフリーターになるならそのリスクをしっかり理解させた上で選択する必要があると考えます。安易なフリーターの選択は避けさせるべきです。なんか違うと感じます。どうしたの。なんかお金や保証の話ばかりで、そればっかで、もっと大事な意味合いが消されてしまってるというか、自分らしい生き方を犠牲にして目が死んじゃった正社員より、貧乏でも夢に向かって頑張ってるフリーターの方がよっぽど素敵だと思うんですけど。だから今はお金の側面から解説してるだけでしょ。進路って多角的に考えなくてはいけないことぐらい分かってるでしょ。もちろん理解してます。ただなんていうのかな、前提が安定を押し付けてるというか、それって大人が望む姿をそういう側面もあるという理屈で脅してしまっているような印象を受けるんです。だからそれはあなたが講演するときに。ちょっといいかな。神谷さん、今着ている服はどうやって手に入れたの。買って手に入れました。その靴は。今朝食べたご飯は。その髪型はどこで。お金が言いたいんですか。小学生の時に使っていたランドセルは。体操着は。給食代は。何が言いたいんですか。子供の頃風邪ひいた時は。塾のお金は。修学旅行は。親が払ってくれました。だから今君がいるんだよね。誰だって自分らしく生きたいと願ってる。
夢を追いかけたいと思ってるよ。でもそれを犠牲にしてでも君のことを育ててくれた親のことは忘れてはいけないと思うんだよ。素敵とか素敵じゃないとか簡単には口に出してはいけないよ。ただいま、ご紹介に預かりました。株式会社サスティナブルエデュケーション代表取締役の長谷川冬樹でございます。本日はこんなにもたくさんの方々にお集まりいただきまして、大変光栄に思っております。ここにいらっしゃる方々の多くは、母子家庭、または父子家庭の方々かと存じ上げますが、私も、高校生の息子を持つ一人の父親として。私も高校生のせがれを持つ一人の父親として、日々孤軍奮闘しております。お待たせいたしました。サスティニブルエデュケーションの渡辺でございます。たびたび申し訳ございません。私以前家庭内サポートシンポジウムで長谷川さんのお話を聞き、その後立ち話だったんですけど、アドバイスをいただいた星川ですけれど、またお話を伺いたくお電話をさせていただきました。長谷川さんに代わっていただけますでしょうか。はい、長谷川ですね。少々お待ちいただけますでしょうか。
長谷川さん、またモンピーの星川さんですよ。回しましょうか。恐れ入ります。ただいまですね、長谷川が外出しておりまして、いつ帰社するかわからないんですよ。ご用件の方をお伺いいたしましたら、私の方でご対応しますが、いかがでしょうか。本当にいらっしゃらないんですか。はい、朝から出かけてますが。御社は子供たちの未来へとスローガンを掲げてますよね。はい、そうですが、何か。めんどくさや。正直うざいっすよね、悟れっつうの。いるじゃないですか。ちょうど今帰ってきたところでして。いるじゃないですか。だから今ちょうど帰ってきたところでして、渡辺から報告を受けていたところなんですよ。私はずっとビルの下にいました。2時間も前からずっといました。私だって直接訪問するのは失礼であることは分かってます。だけどどうしても聞いてほしい話があるから何度も電話したんです。だけどその度不在だからって折り返しの電話お願いしましたよね。どうしてですか。私の息子は本当に苦しんでるんですよ。申し訳ございません。長谷川は多忙ゆえになかなか個別の相談の時間を持てないんですよ。もともと弊社は個別の相談をするサービスは提供してないんですが、私でよければお話を伺いますよ。長谷川さん、あなた実のところお子さんはいらっしゃるんですか。コーヒー買っていきましょうか。あ、お願い。はい。お疲れ様です。お世話になります。サスティナブルエデュケーションの土井でございます。あ、はいはい、長谷川ですか。すいません、長谷川は今いません。
だから亡くなったんですよ、長谷川さん。あなたの娘さんが。あの、私はずっと独身ですし、子供なんて無縁なんですよ。誰かの人違いじゃないですか。ああ、そういうことですか。そうなんですね。まあ、お気持ちはわかりますよ。あの姉ですからね。姉の勝手な戯言なんですかね。正直、しかし姉も昨年亡くなったじゃありませんか。死人に口なしなんですよ。あの、そのお姉様とおっしゃる方、玲子さんという方を私は全く存じ上げてないのですが。はい。うちの姉知らないって。大学時代の恋人の方ですよね。知りません。ご出身は明和大学ですよね。姉は大学時代社会福祉学科でよく児童養護施設のボランティアをしていましたけど、私は姉からあなたのことをよく聞いておりました。写真だって見ております。それではお姉様が亡くなった時に、なぜ私に連絡をくれなかったのですか。それじゃあ今回はどうして連絡をくれたのですか。特にあなたに何かを求める気はありません。正直私にとって誰がエミちゃんの父親でもよかった。でも彼女にとってはとても大事なことだと思うんです。しませんのでご安心してください。
母さん、ただいま。どうかしたの？誰なの？あなた本当は誰？息子だろ。勇気だよ。知ってるわよ。やめてよそういうの。ね。母さん死んでもいいかな。あなたは私を殺しても許される。そうでしょ。あなたは私の体なの。あなたは私なの。ねえ、お願いよ。俺を解放してくれないか。何からでも。何からでも。何が大丈夫なんだよ。だから何が大丈夫なんだよ。何黙ってんだよ。適当なこと言ってんじゃねえよ。嘘言ってんじゃねえよ。お前なんか消えちまえ。
供がいるの。世界はシネマトグラフに変わった。逃れようのないこの世界から私は抜け出そうとした。そして彼女は大学に来なくなり私の元を去った。今は顔も思い出せない。ただいま。おかえり。おもちゃ買ってきたぞ、ほら。お。うん。うん？あむちゃん？いい子してたか？うん。
大丈夫か？大丈夫。じゃあ帰るね。食事まだだろ。一緒に食ってけ。もうそろそろ決めないと。俺がお前の兄貴だからって、そんなことはあいつには関係ないことだし、先延ばしにしたってあいつもお前も傷つくだけだぞ。あきちゃんバイバイ。あきちゃんバイバイ。あれダメだよ。ここはどこでもないのよ。遠い遠いどこでもないところだから、何も触れることはできない。ただ情景が流れるだけ。車窓の外は意味をなさないの。時間だけが流れていく。父さん、あのね、部屋決めるとき印鑑証明必要でしょ。実印お父さんので大丈夫かな。やっぱり社会人だし実印作った方がいいよね。何日食べないの？いい加減食べなさいよ。こっちまで胃が痛くなるでしょ。
少し暖かくなったわね。ごめん。なんで謝るのよ。お父さんのこと感謝してるの。なんかね、本当感謝してるの。私もさえもお父さんのこと。ありがとう。あなた、大丈夫よ。私は阿部慎一と申します。はい、長谷川冬樹さんでいらっしゃいますか？はい、そうですが、何ですか？私はあなたの娘さん、あなたの大切な人を殺してしまいました。恵美さんを車で引いたものです。謝りに伺いました。遅くなり大変申し訳ございませんでした。菊池武さんはご存知ですか？若い男性の方、恵美さんの叔父にあたる方みたいです。彼からその話は伺いました。まあ唐突で戸惑いましたけどね。実は恵美さんは私の娘とは断定できないんですよ。つい先日まで彼女の存在すら知りませんでした。だからそういうことですので、お帰りいただいて結構です。恵美さんは長谷川さんの娘さんとは限らないということですか？ええ、でもたとえ実の娘であったとしても、私はつい先日まで彼女の存在すら知らなかったわけで、だから私は父親とか言える人間ではないんです。どうぞどうぞお帰りください。
なぜでしょう。どうしてでしょう。なぜ私を問い詰めようとしないのですか。帰らせようとするのですか。たとえ数日であっても、あなたは彼女の存在を知ったわけですよね。少しでも彼女のことを考えましたか。彼女は亡くなったんです。私の車に轢かれて。彼女は亡くなったんですよ。未来がなくなったんですよ。血だらけだったんですよ。彼女の実の父親とか出ないとか、そんなことどうだっていい。あなたは彼女のことを考えなくてはいけない。私を責めなくてはいけないんです。すいません、ビールのいいのお願いします。どうかしたの？ちょっと。長谷川さんはこの時間までお仕事されてたんですか？いや、ちょっと考えることがあってね。ごめんなさい、なんか私ちょっと長谷川さんの顔が見たくなっちゃって。こんな時間に。こんな時間だから。また傷つかせようなんて。大丈夫、長谷川さん強いから。強くなりたいね。ねえ、よく海に行ったりとかしました？うん、子供の頃はね。大人になってからは？あんまりかな。数える程度かな。私、海の香りが好きなんです。潮風の香りもいいけど、海藻が道端に干してあったり、あれ寒天作ってるのかな、ふわーっと花頭つつくような、遠くに来たなーって感じちゃったり。私、子供の頃よく父に海に連れて行ってもらったんです。優しいお父さんだったんだね。
ねえ、長谷川さん。お父さんはまだ元気？ええ。まだ長谷川さんより少し年上ですから。愛されてたんだね。あの。お父さんは秋に怒ったり泣いたりとかしたのかな。長谷川さん、どうかされました？あの子、最近引っかくようになったんです。あの子、子猫ですよ。なんかすいません、こんな時間に呼び出しちゃったりして。あ、忘れてたご飯あげるの。帰りますね。あ、待って、まだいてくれないかな。帰りますね。Thank you.
以前にもここにいたような気がします。暗がりの中にただ明かりがある。自分ともう一人との区別も意味をなさない場所。少しだけここにいさせてください。
誰？私はどうしようもない人。あの、私は仕方のない人。私が見れないのですね。仕方のない人ですから。恵美かい？恵美なんだよね。どうしていたのかい？あなたは？私はどうしようもなく生きてきました。なぜ生きるの？心がないからです。心がないとどうしようもないの？自分は生きていることを信じてないのです。だから僕は怖かった。ずっと。何に？すべてのもの。すべてのもの？お日様にもお花にも？そうです、何もかも。私もそうよ。そんなもの誰だって。え？だってそうでしょ。生きることは命を奪い奪われるためにあるんだから。何を言ってるの？差し出すしかなかったのよ。怖かったの。仕方がなかったのよ。あなたも仕方なかった。僕は何かできたはずだ。大丈夫。私はまやかしだから。君がまやかしなら僕もまやかしなはずだ。そうね、あなたもまやかしね。でも僕はここから抜け出せない。抜け出せないなら消せばいいわ。テレビの電源を切ればいいの。ソケットごと抜いちゃって。消した後の世界は黒く光ってる。お部屋の電気も消すといいわ。母さん、元気でいますか？なぜ僕はここにいるのでしょう。あなたは本当のところ、私を望んでいたのでしょうか。ここは寒くて悲しくて申し訳なくてやるせなさに満ち溢れています。あなたはそんな場所に私を送り出した。今はあなたの愛の正体がわかる気がします。あなたも救いを求めていたのですね。
人だけでよかったの。とっても可愛かったのよ。いつも二人だけだった。お布団は広大な大地で、あなたは私に戻ろうとした。不安定なハイハイだったけど、瞳は形容できないほど私を求めていた。嬉しかった。あなたは確かに戻ろうとしたの。私のところではなく、私に。戻してほしかった？あなたは確かにいるのよ。君は？君はどうして消えたんだ？あなたが消したのよ。え？私はいたわ。してた。私はあなたを愛していた。大丈夫よ。私が守ってあげるから。私を愛してくれたのですね。私はあなたの大切な人を殺してしまったと言われました。あなたがもしこの言葉を聞いたらどう感じたのでしょうか。もしこの世界で確かなものがあるというなら、あなたの愛でしかないような気がします。もしそれがなかったとしたら、
この世界に救いはあるのでしょうか。僕は遠く遠く知らない場所に来てしまった。母さん、もう戻ることはできないんだ。生まれた瞬間に切り離されてしまったんだよ。母さん、ごめんね。ありがとう。上手に弾けたね。お菓子でも食べようか。